おはようございます。今日は相模湖にやってきました。いや、今日はですね、シーバス帰りなんですよ、この時間で。今時間が10時なんですけど、朝というかもう昨日の夜からシーバスをやって、その流れで今日相模湖にやってきました。この時期やっぱりでかいのが釣れるということで、ビッグベイト、今日はもうビッグベイトしか持ってきてないです。シーバスでも使ってたビッグベイトロッドを、まあ、ちょっと組み替えたりして、持ってきました。こちらディスラプション2本ですね。 2X と、4X。 去年のレコード、相模湖レコードが釣れたのはちょうど今の時期で、これだったね。ダウスが240なので、これを、まあ、メインとして、もう一個がこちらハイサイダー、ちょっと潜らせたい時はハイサイダーということで、こっちはカルコン300ですね。にリーダーも今付け替えました。シーバスはナイロンでやってたんだけど、こっちはフロルの60ポンドにさっき組み替えて、もう完全バス仕様でやっていきましょう。6丸をね、なんとしてでも釣りたいんで、今日は頑張っていきます。これ2本でやっていきましょう。なんかキャスト、この辺は良さそうだね。いろんな変化がある。ビタビタに壁寄せなくても普通に。減衰してるからついてそうだけどね、こういうの。
この辺は慎重に行かないとね。一級ポイントだからこれ。前回はね、なんとリチウムが終わりまして強制終了になったんですけど、ちょっと新しくリチウム変えて、今日は気持ち切り替えて、今日もでかい魚を狙っていきたいと思います。続いて相模湖です。同じくリベンジしに行きました。頑張っていこう。今岬当たった時良さそうだったけどな。
すがに違うよな。すごい怪しかった今。岩ではない質感だったよ。お疲れ様でした。いやー厳しいね12月。いやなんかすごい一日通して釣れそうな雰囲気めちゃくちゃあったけど、ちょっとチャンスをつかむことができませんでした。また懲りずに修行しに来ようと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあのー。